今日はメンズのセット剤についてです。じゃあまずは左側のツヤツヤの方の岩田くんからこっち向いてください。はい。岩田くんこんな感じです。はい。じゃあ右側のちょっとドライなうつみさん、はい、回ってください。はい、はい、二人とも、あ、二人ともっていう、岩田くんは天然パーマですね。そうですね、天然パーマです。うつみさんはパーマですね。僕はパーマかけてます。はい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 。まあ、ざっくりパーマスタイルということで二人とも。まあそうだな、確かにな、はいはい、天然か、はい、天然じゃないか。この見え方の違いがあるとは思うんですけど、岩田くんの方がツヤっぽくで、うつみくんの方がドライっぽくで、はい、はい、そんな感じですけども、岩田くんはなんでジェル派なんですか？ジェル派？僕はジェル派です。はいはい。なんでかって言ったら、うんうん、そうですね、まず早い、楽なのと、うん、あとは、まあ、癖毛が膨らみやすいから、うん、まあ、水分を残したままセットできるジェルを使ってます、うんうん、膨らみすぎないように。チュンってなるのね、モフってなったのがチュンってなるのね。そう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 、うんうん、僕がワックスとかムースで仕上げたら、うん、多分もっとこうボフってなる、うんうん、って感じです。いい感じのツヤ感で、はい、はい、ありがとうございます。はい、お隣のドライな宇都宮さんはワックス派？僕はどっちでもいい派です。うんうん。でも、うん、ワックスかな最近は。なんか、うん、お客さんにも言うんだけど、こう、じゃあ僕は例えばこう、このおでこの M が気になってる人っていうのはこうジェルだとこうまとまりすぎるから、こう、うん、皮のようになるというか透けるのが嫌だよね。うん。ワックスだったらこうふんわりするというか、うん、こう体積が広がる。逆よね、ジェルの人と逆、うん、でも、まあ、バランスは多分みんな一緒だと思うんだけど、うんうん、だから最近はワックスです。まあ、最近は、まあ、ワックス、俺ワックスかな。まあ、ジェルあんま見てない。なんかそうかな、質感で選ぶ時もあるかな。今日はジェルっぽい方がいいって思ったら、うん、あの濡らしてジェルつけるし、うん、ふんわりした方がいいなと思ったら、うん、ワックスつけようかなっていう、なんか気分にもよるかな。です。僕はジェル一択です。で広がる系、広がる系使えます、ね、ジェル。どっちがどうなんかな。ジェルの方がちょっとこう。かしこまった感じになるのかなっていうわけでもない。かしこまった感じ。仕事でジェル使えん人もおるよな。どうなんだろう。例えば誰が使えるんだろう。誰か分からんけど、誰なんとなくちょっとやりすぎ感のない方がいい人とか、小学校の先生とか。あ、まあまあそうかもしれない。どうしてもなんかもう切りに行きたいけど、うん、切りに行く時間が、まあうちは26時までやってるからないわけはないんだけど、まあでもこれの時あるじゃん。そういう時にジェル、いつもワックス派だけどジェル使ったらこうなんとか何日かしのげるようになるっていうことあるかな。それはある。なあ、ギュッとまとめてくれるとか、伸びてきて膨らんできてもちょっとコンパクトにできると。回って終わりましょうか。あ、まあ、回る後ろね。はい、こんな感じです。